ハイン・リヒゴ・パート、ハイン・リヒゲ・パートはドイツの植物学者。石炭の顕微鏡観察で細胞の存在を確認し、石炭が植物由来であることを立証した。現在はポーランド領であるシュプロタバで生まれた。はじめ、薬学を学ぶが1821年にブレスラウ大学、ベルリン大学で医学を学び、1826年に ブレスラウで医師を開業し、翌年からブレスラウ大学で医学と植物学を教え始めた。1831年に植物学教授に任じられた。ブレスラウ植物園の学芸員を務め、1852年に植物園長となった。古生物学分野の業績で知られ、この分野で多くの論文を執筆した。特に石炭や琥珀の生因を研究し、 現在の植物と化石植物の比較の研究も行った。1840年に石炭の顕微鏡的組織に植物細胞と同じものがあることを示し、長く議論されていた石炭の成因についての結論を出すことになった。琥珀や化石植物に関する世界有数のコレクションを作り上げた。早々にノーベル物理学賞を受賞した女性物理学者。 マリアゲッパート名がいる。GPP は植物の学名で命名者を示す場合にハインリヒゲッパートを示すのに使われる。ありがとうございます。